どうも、ハイチェす今回はちょっと内容が内容なので編集なしで投稿させてもらいます。そっちの方が伝わるかなと思ってあの頑張って喋るんですけど、ちょっと具だったらごめんなさい。で今回のこの動画の目的はですね、今、ま、時期としては本命校の受験前の方が多いかと思います。高校生であれば国立の、ね、2時の直前にも直前とかも、ね、前になりますし、えー、高校生じゃない中学生の方もね、公立入試の前になってたりするので、 ここを失敗したらもうう終わりだってていう気持ちが出てくる時期ですよねで勉強してもしてもえ自分の力が伸びてる気がしないもっと言うと勉強はして,してるんだけど頑張れてる気がしないっていうだからすごい自分に対してネガティブなイメージがいっぱい出てくるんですよね。それでまあ今メールとかもすごいたくさんそういう内容が来てるんですけどでもうダメかもしれないっていうと戦いに行く前にもう心が折れちゃいそうな方が多いので。 ちょっと私のね、大学受験の時も、まあ話を聞いたことある方も多いと思うんですが、あの絶望の中、私あの今から話しますけど、すごい絶望だったんですよ。国立の前期終わった後ね。で、その後からどうやって自分を鼓舞して、奮い立たせて、もう一回立ち直って受けてきて、合格をつかみ取ってきたのかっていう話をちょっとしたいなと思うので、よかったら最後までお付き合いください。少しだけ昔話お付き合いください。で、何があったかっていうと、ちなみに私、高校受験。 中学生の時も、と私、群馬県なんですけど、群馬県当時、前期後期あったんですよ。国立と公立が2回あったんです、チャンスが。で、前期試験、えっと、ランクを下げたんですね、私。あの、男子校行ってたんですけど、ちょはいっぱい喋っちゃってるけど、強悪を志望してたんですよ、最初。凶悪があったんですけど、そこから下げて、男子校を受けたんですね。で、まぁ、あ、ちょっといろいろあって、こっちを下げたんですけど、下げたんで、あの、成績が影響して下げたんじゃないんですよ。あの、 いじめの原因、いじめけてんですけど、いじめの原因が女子だったので、女子がやるとこ怖くなっちゃって、で、男子校に志望校を下げて、で、先生にも絶対前期受かるって言われてたんですけど、落ちたんですよ。で、当時、ちょっとこう、まあ話すことができてた同じ男子のね、友達が、厳しいって言われてたんですよ、先生に。それはもう事前に話すにはそういう内容。で、その子受かったんですよ。で、自分落ちたんですよ。すっごいショックで。 で、まあ、その時も割と絶望して、ま、なんとか後期で引っかかったって感じだったんですけど、ま、それ以上に大学受験が引きつくって、あの、国立私、東京学級大学っていうところを受験したんですが、まあ、そこの前期がですね、まあ、当時、ちょっとま、体調崩した自分も悪かったです。ちょっと熱があった状態。でもね、今みたいに、こう、あれじゃなくて、受けに行,く行かなきゃいけなかったから、受けに行って、で、まあ、数学一課なんですよ。2時がね。で、数学やるじゃないですか。120分だったかな、試験。めくって、 で、確かね、こう、大きな A3 のプリントが2枚あって、で、最初に予言定理かなんかのね、公式を使う、だった気がするんだけど、ちょっと覚えてない。でだったんだけど、公式がね、出てこなかったんですよ。いいですか公式を使うかどうかに気づけなかったんじゃないんですよ。使うのが分かってんのに公式が出てこなかったんですよ。で、その瞬間に、な頭の中でパンって音が鳴ったんですよね。何にも出てこない。 本当に人生で初めてですあそこまで頭が真っ白になるっていう経験をしたのはその後120分間ほぼ何も書けずにまあまあ0点ですよねほとんど書きましたけどねなんかもうなんか書かなきゃ書いてなきゃもう落ち着かないし試験受けながら体調悪かったのもあるんですけど背中に冷や汗が伝うんですよ冷たくってさその感覚ともう解きながら涙が出そうになる 120分を過ごしてもう受けながら落ちたことが決定しました。で私群馬県からまあ東京崖大学までが大体電車で2時間ぐらいかな2時間ちょっとかかるんですけど帰りも覚えてないです。気づいたら家にいましたよね <laughs>。っていう感じの試験だったんです。で、まあ、当然落ちますと。 でまあ、2時の,あの後期までちょっと時間があるので,で、まあ、発表からえっと2時後期までは1週間10日ぐらいかなあるんですけど、まあ、2時がえっと前期が終わった時点で落ちたって分かってるからそっからちょっと時間があるんですよ余計にねでうんちょっとノイローゼみたいになっちゃってだからもうさ受かるかもとか思ってないから勉強始めてたんですけどすぐにでも勉強机に座るじゃないですか下向くでしょ気持ちあの汚くてごめんなさいなんだけど下向いた瞬間にもう吐き気が出てきて、まあ、実際トイレで吐いちゃったりとかしてて。 ででもボボロボロだったんですよねだから便受かる気もしなかったし後期に関しては絶対無理だっていうふうに思ってでも勉強しなきゃいけないでも勉強ができないで頑張ってできた時でも頭に入ってる気がしないそうだからもう,もうボロボロだったんですよ本当に一番ボロボロな時期ででそこからどうしたかっていうとちょっとね考えたんです前期がそのダメだったじゃないですかそれを、うん、もちろんね 悔しかったですよ。悔しかったってもあったけど、いろいろね、自分の心の中と向き合った時に、なんでこんなに、こんな状態になってんだろうって考えたら、情けなかったんですよ。情けなかった。何が情けなかったかって。私、受験勉強始めたのが遅くって、もともと専門学校を志望してたのを国立に変えたんですよね。でそれが、まあ、受験センターの 1, 1年、まあそのか、2時の1年前ぐらいか。高3上がる直前ぐらいで。だから、 まあ遅かったんだけど、この1年間はそれでも、うち予備校とかに通うからなかったからさ、自分の自学自習だけで必死で勉強してきて、それなりに自分の中でも頑張ったと思ってて、あの1年は。なのに、その <laughs> 頑張った実力なんも発揮できなかったんですよ。予言定理が出てこないぐらいにね。それが悔しいし情けなかったんですよ。だから、その後期が受かるかどうかとかも不安ですよ。うちは、 あの私立にね、NG だったから、で、多分、ロールと予備校もね、お金的にきついからさ、多分、宅郎でなるだろうなって。でも、耐えれる自信なくてさ。だから、後期落ちたら人生終わりだろうなと思ってて、俺は。だからどうしよう、もうどうしようってなってたけど、でも、その、受かる受からないは、もう、二の次だって。だって、分かんないじゃん、そんなもん。やってみなきゃ。だから、 ひとまず前期でできなかったこの1年間頑張ってきたことをあの会場であの試験の問題用紙に置いてこようってやりきったなって頑張ってきたものが出せたなって100%は出せんきっとでも0%だったから前期そうじゃなくってそれが30%でも50%でも70%でも80%でもなったらちやきと違う気持ちで試験を終われるだろうと思って切り替えたんです 受かる受からないじゃなくて、自分の力を出し切れるかどうかの方にシフトしたんですね。で、そっから、えっ、ー、と、一日の勉強もしてました。でも、こう、うわーってやっても、なんかもう無理だと思ったので、自分の機嫌は自分で取ろうって、一日決めたもの、しかも新しい単語ってと問題書をやるんじゃなくて、今までやったもの、例えば青茶だったりとか、そういったものを繰り返しやろうって。自分の中でチェックが入っているものがいっぱいあるから、そのチェックが入っているものだってミスしやすいわけじゃないですか。そこを確認していこうって。 そうやって、基礎をもう一回、基礎というか、今までやってきたものをもう一回確認していこうって。で、よく動画でも言いますけど、毎日一回ちゃんと褒めるって。これは今日できるようになったねとか、こんだけ、ただまた吐き気は出てたから、吐き気しながらでも、1時間頑張ったじゃんとかね。そういったことを自分に褒めの言葉をたくさん言って、大丈夫。こんだけやってんだから、しっかり寝ようぜ。つって、寝てみたいな。それを、えー、後期までに繰り返していきました。 で、えっ、ー、と、試験会場には、もう問題紙は持って、あと参考書とか持っていかずに、私はスラムダンクを持って行ったんですけど、漫画のね。で、あの待ち時間長いからさ、あの、で、しかも電車使うから、その遅延とかこうってなんで、2時間前とかに会場入んなきゃいけなくて、不安でね、まあ、暇だからさ、音楽聴きながらスラムダンク読んだりして,て、<laughs> そんなことをしながら試験が終わりました。で、結果的にはですね、うん、出し切れたかって言ったら怪しいです。もちろん、悔しかった問題もあるしね、うわ、これ絶対できたじゃんとかあったけど、でも試験が終わった時、試験官が、 えっと、ペン、鉛筆置いてくださいって言った瞬間に、晴れやかだったよ。やったらよく頑張ったな、俺って言えたもん、あの時に。うん。だから、今回なんでこんな話をしてるかっていうと、みんなもね、その、いろんなことを自分に声かけちゃうじゃん。きっと、ネガティブな言葉かけてる方が多いと思うんだ。あの時の俺みたいに。でもね、ネガティブな言葉ってかけても何も良いことないんだよね。分かってると。分かってる。でも言葉が出てきちゃうんだって思うと思うんだよ。それはいい。いいけど、でも、意地でも、 一日一個褒めてやるとか、頑張って、例えばね、周りの、ね、SNS とか見たらさ、その試験前同じ学年で同じ志望校の方が3時間勉強してる。で、私は30分しかできなかった。比べたら凹むよね。でもさ、落ち込んで自分が辛い状況で30分できたんだよ。その3時間やった人は今日いい調子だった日かもしれないじゃん。わからんもん、そんなもん。比べてもいいことなんてない。だから、今の自分の状態をしっかり見て、ちゃんと頑張れたことは頑張ったねって言ってやんな。 で、あれもこれも勉強して、薄く浅くなって記憶に定着しないぐらいだったら、ちょっとでいいよ。狭く深くでいいから、今日はこの問題ができるようになった。絶対確実にこの問題は1レベル上がったんだって、自分に言ってやりながら前に進んでってください。いい確かにあと10日とか20日とかで、ね、期間、ね、の試験によって違うけどみんなはね、中学生もいるからさ。違うけど、日は違うと、残ってる時間は。でもね、あの、確かに日にちはなくても、 確実にレベルは上がるからただ飛躍的にもうなんかブワーンって上がることはないからそれは期待しちゃダメそんな過度な期待はいいよい一歩ずつ着実に上っていってくださいで何度も言うけど自分の機嫌は自分で取るいいそれはみんなの権利だからいいかなだから自分のことをしっかり褒めてやって頑張りを認めてやってそれで毎日過ごしていってくださいそして えと試験が始まった時によしってここまでやってきたものをしっかり置いてくるぞって言ってページをめくるで、まあ、90分120分60分分からないけど寛むはもっとあるか科目が多ければねその何時間の戦いになると思うんだけどそれが終わった時最後の問題なが終わった瞬間にすごい晴れやかな気持ちになるから毎日褒めてこれたこと褒め,て褒めてこれた人は晴れやかな気持ちで終われるから反省はあるけどね絶対反省は出てくるけどそれも含めて。 晴れやかな気持ちになれるので、ぜひあの気持ちを味わってきてください。あれは、うん、頑張った人、頑張ったひ、頑張った向き合った耐えた踏ん張った度合いによってそれに比例して開放感もすごい大きなものも味わえると思ってますので、ぜひそういった風に過ごしてもらえたらと思います。すみませんほとんど自分語りになってしまったんですが、まあ、この動画を見て。 最後のね、ひとん張り頑張ってみようって思ってもらえたら嬉しく思いますあの。心から皆さんのこと応援してますので、ラストスパート頑張っていきましょう。はい、ということで、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また来週の月曜日に何か喋っていきますので、よかったらそちらもぜひ見てみてください。では、今週一週間もお互い頑張っていきましょう。それじゃ、たねバイバイ体調管理気をつけんなよ